どうもローコです。今回はクロックタワーという作品について解説いたします。今回の動画を見て興味を持たれた方はチャンネル登録をぜひお願いいたします。他に取り上げてほしい作品や深掘りしてほしい点がありましたらコメントへの書き込みもお願いいたします参考にして取り上げていきたいと思います。今回のクロックタワーなんですけれども、元祖脱出系ホラーゲームと言われておりまして、少しでもね魅力をお伝えできればと思って作品を取り上げさせていただきました。今回の動画を撮るにあたって、こちらの攻略本をもとにお話をさせていただいております。まずクロックタワーというゲームシステムなんですけれども、こちらのゲームではまず1995年にスーパーファミコンから発売されたゲームなんですけれども、今回はそのプレイステーション移植版を、プレイさせていただきました。こちらのゲームはですね、なかなか珍しいマウス操作での画面指示になっていて、いろんなところをクリックすることでキャラクターに指示を与えて、探索したり敵を時には撃退したりということができるようになっています。今のゲームとは違ってですね、手足のようにキャラクターを操作することがなかなかできませんので、この思った通りに動かないというフラストレーションがまたいい感じにスパイスになってですね、焦りや不安を感じました。他にはないゲームシステムだったんで、それはそれで楽しむことができましたね。で、次にクロックタワーのストーリーなんですけれども、こちらざっくり言うと、一人の女性が大きなハサミを持った、殺人鬼に襲われるというお話なんですけれども、こちらストーリーですね、細かくお話をさせていただきますと、主人公の名前はまずジェニファーと言います。母親とは、死に別れて父親は失踪し、5歳の時から孤児院で暮らしておりました。そんなジェニファーが14歳の誕生日になった時のことですね、ジェニファーを含めた4人の友人、ロッテ、ローラ、アンの養育先が決まったという連絡があったということです。当然彼女たちだけでは行かせられないので、孤児院の教師であるメアリー先生と共に彼女たちは早速養育先に向かうことにしました。その屋敷はバローズ家という、バローズという一家が住んでいる屋敷ということです。とにかく森の中にある屋敷ですので、謎が多いんですけれども、好奇心と不安を抱えながら屋敷にみんなは向かいましたと。で、屋敷に到着してですね、メアリー先生は、そのバローズさんに挨拶をしてきますと言っていた見ながら離れるんですが、しばらく待ってもメアリー先生は戻ってこなかったんですね。いつまでも待っていてもメアリー先生は戻ってきそうもありませんので、ジェニファーは、メアリー先生を探そうという決心をします。そこからこのゲームが始まっていくわけなんですが、みんなから離れて少し経った後、彼女たちの方向から突然悲鳴が聞こえてきます。当然おかしいなと思いますので、ジェニファーは戻るんですが、彼女たちがいなくなっています。で、しばらくいろいろお部屋を探索していくうちに、シャワー室から無残な死体となった、ローラを発見することになります。悲しむのも束の間、浴槽から大きなハサミを持ったシザーマンという少年にここから襲われることになります。とにかくジェニファーは普通の女性ですので、とにかくもう逃げるしかありません。しかしですね、探索すればすればするほどこの屋敷は明らかにおかしくって、謎の壁画だったりカラスの死骸だったり、で、襲ってくるミイラに人形ということで、とにかくいろんなものがおかしい状況になってるんですね。で、探索していくとまた再び悲鳴を聞くことになります。その悲鳴の方向に目を向けるとですね、なんと次は窓を突き破って血を流しながら落ちていくアンの姿を見届けることになります。残りは友人ロッテと、あとメアリー先生の2人ということですね。ジェニファーはとにかく彼女たちを探して脱出しようということで、屋敷の探索を改めて行います。探索を行っていくとですね、偶然ある密室からカルテと白骨死体を発見することになります。そのカルテにはこの屋敷についての一部が書かれていて、まずこの白骨死体が今回主人公であるジェニファーの父親だったことがまずここでわかるんですね。父親は突然失踪になったわけじゃなくって、このバローズ家に閉じ込められたことによって力つけてしまったということで、ここでジェニファーの誤解が一つ解けることになります。さらにそのカルテを読み進めていくとですね、どうして父親がこんな目にあったのかということがわかるんですが、父親はどうやらメアリー出産のためにこの屋敷に呼ばれたようです。で、メアリーというのはそのメアリー先生ですよね。なんとこの屋敷の人間だったことがわかるんですね。フルネームで言うとメアリー・バローズという名前で、なんとメアリーもこのバローズ家の人間だったということがわかります。メアリーは化け物のような双子を出産して、で、それを危険視した夫であるサイモン・バローズはこの危険な双子をすぐに葬ろうとしたんですけれども、当然母親ですから、情を持っているメアリーはそれを阻止したんですね。で、妨害された夫のサイモンはですね、そのまま監禁されると。
で医者として立ち会ったジェニファーの父親なんですけれども、ここで、口封じとして密室に閉じ込められてそのまま力尽きるという結果になってしまいます。真実を知ったジェニファーは、そのまま儀式の部屋へと訪れます。そのまま奥へ進んでいくと、もう今にも力尽きそうなロッテと、出会うことができます。ロッテはですね、最後、時計塔へという言葉を残してそのまま力尽きてしまうんですけども、ジェニファーはですね、その言葉をもとに、奥へ向かうことにします。でさらに奥へ進んでいくと、双子の兄であるダンに襲われました。命からがら逃げて、灯油の入った缶を投げてダンを焼き殺すことに成功しました。ジェニファーはさらに奥へ進んでいくと、再びここでシザーマンに襲われることになります。今にも襲われそうなギリギリのところで、時計塔の機械をオンにすると、時計塔の音にシザーマンをもだえてそのまま落ちていきました。安心したのもつかの間、最後にミアリーに襲われます。間一髪ジェニファーはメアリーを突き飛ばすと、機械の電気がメアリーの体を流れてメアリーをそのまま生き絶えます。最後一人生き残ったジェニファーは時計塔の外を眺め続けるのでしたというお話になっています。いかがだったでしょうか。クロックタワー1はですね、多くの謎が残ったまま終わりを迎えるという形になっています。とにかくこのジェニファーという女性の目線に目を向けられていますので、どうやったら脱出できるのかというところに焦点が置かれたのかなというふうに僕は考えています。でその後のジェニファーなんですけれども、警察に引き取られてですね、犯罪心理学のヘレンという女性と引き取られて穏やかに暮らしていくことになるんですね。ただその1年後再びシザーマンに襲われるというところで、クロックタワーが2につながっていくという流れになっています。このゲームはですね、マップの配置だったりイベントのランダム発生ということで毎回違う恐怖を感じることができるんですね。だから当時すごくそれがもうパターン化できないという点ですごく怖かったのを今でも覚えてます。もし過去のゲーム触れる機会があったら、このクロックタワーシリーズですね、1、2、3、ゴーストヘッドといろいろシリーズもございますので、ぜひ頭の片隅に置いといていただいて、クロックタワーシリーズもしどっかで触れる機会があったら遊んでみてはいかがでしょうかというところで、この動画を終えさせていただきたいと思います。こちらの動画気に入ったと思ったらチャンネル登録をお願いいたします。その他気になる作品取り上げてほしい部分ございましたらコメントへの書き込みをお願いいたします。それでは失礼いたします。